皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は店舗教室型集客の体験会とコンサルタント講師のセミナー集客法の違いとその組み立て方ということについてお伝えしたいと思います。若干分かりにくいタイトルですね。どういうことが言いたいかっていうと、体験会と言われるものとか、あとはセミナーとかっていうところで、いわゆるですね、そのまず知ってもらう、会ってもらって、その後本当のサービスっていうのが大体あるような、この2段階に商品構成が組まれているような方のお話で、一つは店舗とか教室で、もう一つは、そうですね、セラピストとかコーチとかもそうなんですけど、いわゆるセミナー講師、私もコンサルタントなんでそっちなんですけど、セミナーで集客してその後本当の商品を買ってもらうっていう、その大体職業的に大きく2つに分けるので、こちらの方のサイトではどちらの方も入ってくるかもしれない、教室の方の方が多いと思うんですけれども、それを開催する場合にどういうふうにしてそもそも開催すると満席になりやすいのかということについてお話をするのが今回のケースです。はい、なのでそんな感じで聞いていただければと思います。まずですね、なぜ私がこの話ができるのかっていうことなんですけれども、私はパン教室のアトリオリブラっていうパン教室の方の体験会の集客とか、それで本コースに入ってもらうっていうのをもともとやっていました。でその後電子書籍の、セミナー講師コンサルタントやったり、現状は教室集客を、したい人のための先生を教える、コンサルタントっていうことでやっているので、2種類の業種を私やっているんですね。それで自分が集客をしてみた感覚と、やっぱそこが基本かなっていうのが思ったことがあるので、それをお伝えしていくわけなんですけれども、まずパン教室の時には体験会はどうやって集客していたかというとですね、パン教室の時にはイベントレッスンみたいな扱いにしていてですね、本コースが、ウェブサイトから一発でそのままポンって入ってくる人に関しては当然体験会は挟まなくていいのでいらないということは、私のパンの場合の本コースっていうのは当時ですね、あまりこうコース制っていうのはそんなに多くなかったんです。もちろんコース制組まれてる先生とかも多かったんですけれども、しかも私のパン教室は平均が7000円から9000円、1万円弱の1回レッスンなので、6回で組んでしまうとだいたい6万円とかそれぐらいが平均値になってきちゃうんですね。5万いくらとか、そうするとパンの教室っていうのが主婦の方でとか趣味でっていうことを考えると1ヶ月のお小遣いとかっていうと、5000円ぐらいで通いたいなとか6000円ぐらいで通いたいな、1ヶ月に1回払うお金がですね。でそういう方は詰めようって決めてると、やっぱりそのコースっていうのは非常にハードルが高いことになってしまうので、そもそも論として私はそのコースの方に一発で入ってもらいたいなというふうに考えて、だから体験会もともとやる気がなかったんです。ウェブサイトに到着してそれを読んだら入りたくなるみたいな形に作りたいなと思って作ってたのが私のアトリエリブラのホームページでした。だから体験会で接触してから申し込みをもらおうよねっていうふうに作るホームページの作り方と、それをすっ飛ばして、そもそももう読んだら申し込みたくなるように作るっていう作り方では与える情報量が全く違うんですよね。だって6万円ぐらいのものをウェブ上で読んで申し込むってことを決めてお金を入金していただくわけなので、その信頼関係の作り方っていうのは、体験会を挟む場合とまた違ってきますよね。なのでウェブサイトの作りも、ではまず体験会へっていう作る作り方と、もうそのまま入ってねっていう作り方ではまず全然違うっていうことですね。じゃあそのまま入ってもらうためにはどんな情報が必要なのかっていうと、先生自身の人間性の開示と考え方、あと製法はどれぐらい技術があるのかとか、ブログもそうだし動画もそうですけれども、たくさんのページでたくさん紹介する必要があります。そうするとそれを自分のペースで読んでいただいた方が、この先生は自分が習うに値する、信じることができるというふうに思うことができた場合には、申し込みがあってなくても入ってきます、ウェブ上で。でそれが足りてない場合、ないしはもっと申し込みのための接近戦ですね、あれが必要だなっていう方に関しては体験会をやった方が、
信じてもらえるので、その後の本コースないしはまあ本レッスンに入っていただくのが入りやすくなるっていう、ハードルは下がりますけれどもね、それがあります。ですから、まあ、体験会とかの集客は主に例えばブログで告知をしたりとか、まあ、あの SNS ツールを使って告知をしていって、まあ、来た後に本コース来てもらうみたいな、まあ、そういうニュアンスが多分多いと思うので、体験会はリアルな場でそこに来てもらうようにコースじゃない、集客設計をするわけなので、そこを中心に見せていくっていう感じなので、見せ方がどちらかというとやっぱり単発的な見せ方になるので、その分ブログとかあの発信インスタグラムでも何でもいいんですけど、あの募集してますよっていうのを歌わないと多分いけない感じになってきます。なので、体験会に来てもらいたい、ある程度の日数を確保しているっていうふうにすると、それを、目的に更新をしなくてはいけない手間は多分出てくるなっていう感覚があります。まあ、あのただ普段から発信をいつもやってる人はそこの投稿に混ぜ込めばいいだけなので、そんなに重たくはないんですけど、普段そんなに発信してないのにいきなり集めたい時だけ発信をすると、これ集まらないです。やっぱりあの見ている人がいないから。だから3つ続けている読者がいるという前提で発信をするっていうことが、まあ、まず必要になるなっていうところですね。でその上で会った後は、これ制約の領域になるんですけれども、この先生いいなと思って入ってもらうっていう、これはリアル対人関係の部分でのスキルになるので、集客が上手でも制約が下手な先生は、満席っていうかコースは埋まらないっていうところはあるので、まあ、まず集客が大事ではあるんですけどね、それを制約に転換していくっていうスキルは大事になってきます。ですので店舗教室型の体験会っていうのは、会って信じてもらうこと、そしてその先には本当に来てほしいコースに申し込んでもらうこと、これが、まあ、基本ベースになってくる組み方になりますので、発信とかの頻度が、まあ、ちょっと上がるかなっていう感覚。あとはそもそも私のように体験会を、あの一応ウェブサイト上には書いてありますよ、体験会あんまりやりたくないから目立たない場所に置いてて、でもそれを探してくるっていうことは必死に習いたいことを考えてる人なんだろうなっていうふうに思うんですけど、あの珍しいです、体験会に別に来なくって本ちゃんをそのまま申し込んでもらいたいっていうふうに設計してるので、体験会わざわざ目立たない場所にリンクを置いてあるんです。はい、それでも見つけて人が来ちゃう人がいるんですけどね。ということは、体験会が本コースの一部ですっていうことを歌っていて、本コースを検討している人のための体験会ですというふうに書いてあります。なので、そういう人が来るので当然決まる確率は高いという、そういう設計にしてあるのですね。だから体験会は何のために開くのかっていうのを単なる本当に体験会に作ってしまうとですね、本当に体験会で体験して帰ってしまいますので、自分が目的意識を持って体験会を作るか作らないかっていうのは非常に大きな分かれ目になるな。あの先生の話とか聞いてる、悩み相談ですよ、で先生の話とか聞いてると本当に体験会で帰ってもらっちゃう人とかいてますよ。それで終わりとかって私が言うと、体験会ですから、いや体験っていうのが本当に体験するだけで帰ってしまう、だから本コース案内してないんですかとか、いやしてないです、いや言うとなんか売り込まれてる風に思われると嫌だからとか、いや体験会開いてる意味ないからみたいな、そういう会話になる時があったりとかしますね。だから体験会はそもそも何のために開催するのかを自分が目的意識を持って開催してるかしてないかっていうところは大きな制約の、あの差になってくるので、それを意識した上で人を集めるっていうことをしなくてはいけないっていうのが、店舗教室型の体験会の組み立て方になります。でコンサルタントとか、あとはコーチとかセッションをやる人のセミナー集客法はもうちょっとね若干違うんですよ。何が違うかっていうと、その時にいきなり集めても人は集まらないっていうことなんですね。でそれは確かにさっきの教室型も一緒なんですけど、もっとそれが顕著になるのがセミナーとかコーチの人、カウンセラーとか、あとは何だろう、ヒーラーとか、まあ、いろいろいるんでしょうけど、そういう方たち のノウハウとか、そのコーチングしてあげることでっていうタイプの、自分そのものが商品になってるようなタイプの人はそもそも自分を信じてもらえてなければ来ないですよ。だから何月何日どこで何をしますとかいきなり言っても集まらないです。
なのでじゃあ何が必要なのかっていうと、そもそもの信頼構築が必要になるので、メルマガとかで、知っておいてもらう、繰り返しどんな人かっていう、どういうノウハウを教えてくれるのかっていう、ある一定の期間を読んでもらって信頼してもらってる人がゴロゴロいる状態のところにセミナーやりますよとか言うと来るっていう感じになりますね。なのでそのまずね、土台を作ることがどちらかっていうと大事ですね。はい、セミナーやってもいいんですけど集まらないですね、その信頼関係とか人が揃ってないと。でそれがじゃあ集まるようになってくると、今度コミュニティがある程度できるようになると、やってほしいセミナーの声とかがそこから上がってくることとかも結構多いんですよね。私はメルマガと LINE アット両方やってるんですけど、セミナーこんなのやってほしいなっていう声が上がってくるのは LINE アットの1対1トークの方から上がってきたりします。前にこんなのがあったみたいなんですけど今期はやらないんですかとか、あ、やらないんですかなんだとか思うと、そんな声が上がってます、ご希望者の方はコメントくださいとか言うと、あ、私も行きたかったっていう人コメントが来ます。普通に母体を持ってればですね。でコメントが来て2人とか3人集まれば、じゃあやってもいいかなっていうふうに講座をその時点で立てます。立てるともうそこに潜在的にいるわけなので、まあ、最悪別にその3人とか3人で終わりでいいよっていうならいいわけで、本当は自分が6人とか集めたければ、あと残席3みたいな形で他に来たい人っていうことでやるっていうケースもあったりしますね。はい、これがそのベースになるので、埋まらないっていうのはそういうのを声をかけることができる人をもともと持ってない方は埋まらないっていう方多いですよね。私は、あ、必要かな、これそろそろ必要かな、そんな声上がってるしっていうタイミングでいつもセミナーとかを開催するので、割とだからよく満席になったりとかします。で例えばそれが高額のセミナーとかだったら、例えば私の場合だったらワードプレスとか8万円とかそういうセミナーも持ってるんですけど、ワードプレスその作成講座、ホームページ作成講座ですね。そうするとまあその人が2人いれば、まあ、最悪1人でもいいかみたいな感覚になれば、別に1人のために自分の時間が OK であればですよ、開講すればいいだけのことになるので、まあ、そういう高額な講座とかも持ってると、まあ、目処はつきやすいですよね。そこに人数が結構増えてくるんだったら、例えば5人とか入ってくれれば5、8、10なんで40万1日で稼ぐことになりますのでね。そういうことができるのも、そういう属性の人々を、普通にお付き合いを普段からしてるかっていうところがあります。そうするとしてれば声も上がるから作ってあげて、それをやれば埋まるっていうだけのことなので、自分が作ってから集客するとすごく大変です。だけど先にコミュニティみたいなのを持ってて、その中からこういうものが欲しいっていうものを対応していく方が多分全然楽です。じゃあそれじゃいつも声聞かなきゃいけないじゃんっていう声があるかもしれないですけど、全然そういうこともなくって、お試しとかでもしてもいいんですよ。こういうセミナーやろうと思いますみたいな感じで、先集めとかがよく分からなくてでも知りたいっていうのがある時には、日程も何もかも決めてしまってアップした状態で、まあ、最悪ですよ、最悪アップっていうか、まあ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 それをやった状態で、最悪集まんなかった場合にはしれっとそれを潰せばいいだけのことなので、だからあまりにも大々的に集まらない講座を宣伝しまくると、この人って人気がないのよねみたいなのを外向きに出してしまうことになるので、私が人気があるからとか言っているのではなく、まあ本当に必要なものを必要な講座を作ってやってるだけなので、よく埋まってるっていう感じなんですけど、それが毎回そういう印象だと、例えば残1とか残2とかになると埋まってしまうっていうのが、こう皆さんの中で予想がつく内容になるので、埋まる速度が速くなります。そうするとまた結局埋まっていくので、また次回早く申し込んとかないと席がなくなると思ってとかっていう方と、あと逆に行きたいから次いつ開催されますかっていうさらに積極的な人は問い合わせが来たりするようになるので、まあそうするとそこに合わせてやればいいだけなので、最近はそんなルーティンで回ったりとかしてます。なので自分で主催する場合にはそんな形ですね。一時期、まあ、今年はどれぐらい動くか分かんないですけど、私年間120回ぐらいセミナーをやっていたことがあって、120回っていうことは1ヶ月に10回やるわけですよ。
それを埋めていくわけなので、そこそこ大変です。はい、だけれども、望まれるものは何なんだろうか、望まれるセミナーはどういうものでっていうのを先に分析してから、最低1人はそこに合う人を見つけた状態で集めていくと結構楽ですね。はい、だから全く闇雲に自分が立てちゃってっていう講座はやっぱり難しいと思いますね。集まらないんですとかって聞いてる方は、言ってくる方は大体その系統が多いですね。この講座って誰を想定してますか？いや、ここら辺からここら辺の人とかってめっちゃ広いとか、あと、これ受けると何かいいことあるんですか？とかって私が聞くと、こういう、これこれこういうことっていうのがものすごく一般的な答えとかが返ってきちゃうと、幅広い対象の上に一般的に別に今やんなくてもいいかみたいな答えが返ってきてしまうと、行く動機にならないんですよね。行く動機っていうのは、自分の例えば人生がものすごく変わるとかいう予感がするとか、今困ってる課題が劇的に解決できそうとか、そういう期待値がないと、基本人って面倒くさがりだと思った方がいいです。面倒くさがりだし、行動しないものっていうのが大前提で、行動させるためには大きなギャップ、隔たりがないと、ここが1だとするじゃないですか。ここすごいいい世界が手に入るっていう、このギャップが大きくないと行動しないです。 だからこれこんなもんだと、だから一般的に別にいつでもいいやみたいな提案してると、動いてくれないですよね。だからそのギャップを作った状態での提案っていうのが必要になってくるので、基本欲しがられるものを講座にするっていうのが、一番いいです。ただ一つ注意したいのは、これやってしまうと、いや望まれたからとか言って、あれもこれもあれもこれもって立ててしまうと、時間がなくなるばかりか、顧客属性がバラバラになってしまうので。私もよく精査してたんですけど、パンの時も今もそうなんですが、自分がやるべきミッションないしは教室の特徴にそぐわない講座は作らないっていうものは、本人が望んでもです、やらないことにしてました。パンの時には食パンだけのコースを作ってほしいって言われたんですけど、私のパンの講座っていうのは、成形が売りになっていて、食パンで成形か、ちょっと変わってるのもできなくもないんですけど、ネタがそんなに多くないの分かってたんで、食パンは食パンだけで売ってる教室とかもありましたし、パン屋さんも食パンだけ1斤1000円とかっていうパン屋さんも、黄金のなんとかとか天使のなんとかとかあったりとかしてましたので、そこの領域私がやんなくてもいいよねって思ったので、望まれても作らないコースっていうのはありましたね。で、教室開業講座の方は、その開業とか集客に役立つ講座は何でもやるんですけれども、言われたからといってそれがどうかなっていうのは立てないっていうことにしてました。で、立てない代わりに、そういう需要があるんだっていうのは、お楽しみのイベントですね。集客とか、そういうビジネスじゃなくて、単純に私が楽しみたいからやるみたいな、お楽しみの講座 みたいな感じと、セミナーというか、パーティーですね。そういう時にそれを取り入れたりとかっていうのをやってます。ですので、体験会とか、セミナー、フロントセミナーっていう名前で言われたりするようなものは、第一の接触機会ではあるし、あったらいいと思うんです。その後しっかり申し込んでくれる、本気の方は申し込んでくれると思うんで。ただ、その開催の仕方がちょっと店舗型と、あとセミナー講師の方ではやり方が違うよっていうことを本日はお伝えさせていただきました。もちろん店舗型の方も、コーチコンサルの方と同じようなコミュニティをまずは作ってからっていうやり方の方が確実なのは間違いないです。ただお時間がかかるので、割と今月どうしたいとか、今月ちょっとイベントで集めたいとか言うと、短期的に決戦をかけ、仕掛けをしていかないといけないので、ちょっと店舗型教室型は、短期決戦のタイプの方が向いてるかなっていうふうに思いましたので、どちらのお話もご参考にしていただければと思います。それでは。